ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、最悪の事故物件、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。最悪の事故物件とは？とにかく最悪なんだ。戦闘力が高すぎる。ひえ、今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、最悪の事故物件、という話だ。どんな物件なんだ、一体。すごいぞ。ごくり。それでは、早速聞いていただこう。関西の大学を出て、東京20年以上住み、その間に2回引っ越しました。同じ学校から東京に来た面々も、久しぶりに会って話すと、大抵一度は引っ越しをしていて、物件選びの話になりました。一名、同じ建物にずっと住んでいる人がいましたが、話が盛り上がると、誰が始めたのか、事故物件の話になりました。私も東京へ来たばかりの時に、池袋駅徒歩5万の事故物件を内見していて、その物件は、一月前に中国の人が亡くなり、地も綺麗に掃除されているとのこと。次の入居者には説明責任があったのかもしれません。でしたが、唯一ある窓の外が壁で、異様に雰囲気も悪く、やめた覚えがあります。そんな経験もあるので、他の人の事故物件の話には興味津々でした。一通り聞いた話や、不動産の知り合いの話などが終わった後、あるものが、俺、最近引っ越しの時、それ系のもん見た。と言い出しました。皆食いつきましたが、その彼が言うには、そこは広さの割に異様に安かったので、仲介業者に、ここを見たい。と言ったそうです。すると、おすすめしません。実質使える部分が広くないので。という答えが返ってきたそうです。その時点で、これはやばい、と思ったそうですが、とりあえず見てみたい、行けそうならそこにするかも。と言ったそうです。すると不動産屋は、何度も聞いたセリフ、という顔をしてしぶしぶ承諾したので、その時点で知人は、大勢が、見てから辞めたということが分かったそうで、辞めようかとも思ったそうですが、大したことがない可能性もあるので、結局行ったそうです。物件周りは、まず最初に外れから、という仲介業者の提案で、いきなりそこへ行ったそうです。入る前に間取り図を見せてもらい、23区内のそこは、36平米くらいの広さの物件で、それでいて4万円弱だったそうです。入り口からまっすぐ廊下で、右にまず水回り、次に右に引き戸、まっすぐ進むとキッチンで、L 字に右に曲がると、最初の引き戸と同じ部屋に通じる引き戸、突き当たりに一部屋、という構図だったそうですが、その最初の廊下とリビングの引き戸に、L 字に囲まれている一番大きな部屋が問題で、開けるなということでした。住んでいる間、開けてはいけないということは、実質使える場所が半分ということで、知人は、さすがに脅かしすぎだろうと思ったそうです。実際に物件に入ると、とにかく薄暗い、壁紙が白なのに、空気にセピアの色がついた感じだそうです。で、一通り部屋を案内された後、仲介業者が、問題の部屋を見せると言ってきたそうです。開けるのは良くないが、とにかく見ないとわからない。でも住むなら、開けるのはこれで最後。と言われた知人は、仲介業者が引き戸を開けるのを、一歩引いて見守っていたそうです。開けると、畳だったそうです。一歩前に進むと、強めの口調で、あ、入らないでください、眺めるだけ。と言われたそうです。左の仏壇は見ないでください。と続けてすぐ言われ、目の端に、黒い仏壇が閉じて置かれてあるのが分かったそうです。戸を開けた瞬間に、物件内の空気が重くなって、すぐに出てもおかしくない空気になった。一人であそこにおるんは、想像もできん。ということでした。その後に、今回開けるのはしょうがないけど、入ったらアウト。仏壇は、見るのもアウトだけど、開いたら完全にアウト。と言われたそうです。やはりやめたそうですが、車に戻って安心した仲介業者の人が言うには、死んでます。と言われたそうです。入った人が短期間で死んでるそうです。逃げ出した人も何人かいるということでしたが、いろんな人の話を統合すると、廊下で頻繁に女に会う。玄関を開けたら角を曲がっていく後ろ姿が見える。応答いない。仏壇から老人が出てくる。出てくる時は動けない。出てきた瞬間に、みんな飛び出して逃げている。この二つは共通している、と言われたようです。話は以上ですが、多分自分もこの物件は辞めるだろうと思います。
霊感とかそういう話はなかった。みんな見る、と言ってた。というのが、知人の段です。これは強すぎる。見るだけでダメとは。やばすぎるよな。さて、次のお話は、これまた危ない場所のお話だ。また?それでは、早速聞いていただこう。以前、某県の工業高校に勤めてた時、ちょっと長文注意。勤務中にものすごい腹痛が襲ってきて、休憩室、職員のロッカーが置いてあって、昼ご飯を食べたりできる8畳ぐらいの畳のスペースがある。で、ちょっと横にならせてもらったんだ。そこは、昼ご飯の後昼寝してたりすると、結構な頻度で金縛りに遭う場所で、その頃は近寄らないようにしてたんだけど、どうしても苦しくて、金縛り以外、おかしな目に遭ったことなかったし、そんで、横になって、うんうんうなってた時、金縛りに遭ってしまった。ああ、マジかよ、こんな時に、なんでここで休んじゃったんだ、とか思ったけど、力を入れて金縛りを解く気力もなく、ぐったりしてたら、何か足音が近づいてきたんだ。畳を踏む音じゃなく、砂利道を硬い靴で踏みしめるような、砂利、砂利って音。明らかに畳の上の音じゃないのに、すぐそばで、しかも重みまで感じるくらい、リアルだった。そんなのが、横向きで腹をかばうように寝ていた。後頭部のあたりから近づいてきた。こっちから姿は見えないけど、確かにいる。腹の痛みとか気にならなくなるくらい、パニックになって、とにかく、起きてることを気づかれちゃダメだ。って思って、目を閉じて、金縛りにあっててそもそも動けないのに、死んだふりみたいに力抜いた。そしたら、いきなりドン、ってすごい衝撃を、腹のあたりに感じた。思わずビクッとして目を開けてしまって、腹を見た。びっくりしすぎた衝撃で、金縛りが解けたのかもしれない。腹のところには、何かなたみたいな刃物が刺さってて、その横に生首が落ちてた。短い髪の、おっさんみたいな。おっさんの視線はロンってたんだけど、ゆっくり、こっちに視線を合わせようとしてるのがわかった。それを認識した瞬間、とんでもない勢いで飛び起きて、ダッシュで職員室まで逃げた。俺が腹痛で休憩室にいるって知ってた教頭先生が、顔真っ青で走り込んできた俺のことを、めっちゃ心配してくれて、俺もさすがに、あんなものを見たなんて言うこともできず、勧められるままに、その日は早退。帰り道、腹痛はさらにひどくなり、駅で嘔吐して意識失って、救急車で運ばれた。十二指腸潰瘍だった。三日絶食の後、胃カメラ飲んで検査して、なんとか手術はなしで済んで、退院できた。結局、あれが何だったのか、よくわからない。金縛りによく合うんですよ、って話してた時、あそこの休憩室で、用務員さんが首を吊って亡くなったっていう七不思議があるらしいよ。とは聞いたけど、冗談めかした噂程度だったし、その後、ほとんどロッカーも使用せずに、そこに近寄らなかったから、後日談もない。でも、薄暗い中、腹に突き立った刃物のやたらリアルな重さと、生首のロンった目が、グググって音を立てるような感じに、こっちを向こうとしてた動きが、未だ忘れられない。とりあえず、潰瘍が治ってよかったね。それは何よりだよな。本当に危ない場所だった。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。こっくりさんの呪い。中学の時、全国的にこっくりさんが流行ってて、俺のクラスにも一人、霊感の強い奴がいて、そいつを中心に教室で、こっくりさんやろうか、って話になったんだよ。そいつと俺と全部で5人くらいで集まって、いよいよこっくりさんが始まったんだよ。みんなの質問がどんなのかは覚えてはいないが、急にこっくりさんが、俺のこと気に入ったみたいで、好き、あなた、とか言い出したんだよ。で、鉛筆握ってる霊感の強いやつが、早くまるまる鉛筆を握って、って言い出して、嫌だよ、って、俺は拒否したんだが、握らないとやばいことになるから、って脅すから、俺も鉛筆握ったんだよ。そしたら、幸せ、って、こっくりさんに言われて、今40なんだが、未だに女と付き合ったことない。これってこっくりさんの呪いかな?どうよ?ってことは、俺に彼女いないのは、こっくりさんのせいじゃないのか?ある意味、それで自分を慰めてた部分あったけど、そういや、こっくりさん、この中で誰が一番好きですか?って質問した気がする。それで俺が選ばれたんだ。
幸せ、の後に、待ってるね、って言われた気がするな。俺が女にモテないのは、こっくりさんがやきもち焼いて女を近づかせないんだよ。誰かこっくりさんの呪いの解き方を知ってたら、アドレスを。髪の毛が。昔あった、唯一の恐怖体験。私は普段から、オカルト話だとか心霊番組が好きで、毎年夏になると放送する、心霊番組なんかも、毎回見逃さずにチェックしているような、オカルトマニアでした。その夏も例外なく、心霊番組を見ていたところ、ふと某ラジオで話してた心霊系の話を、百物語形式で収録してある本のことを思い出し、次の日の昼には、図書館に借りに行きました。家に帰って、早々にその本を読み始めると、一番最初のページに、細い髪の毛が一本挟まっていました。本に髪の毛が挟まっていることも珍しいことでもないので、どんどん読み進めていくと、また髪の毛が一本挟まっています。その後も数ページ読み進めると、また髪の毛が挟まっています。これが何度か続きました。読んでいる本の内容だけに、少し気味が悪くなりましたが、あまり深く考えずに、どんどん読み進めていきました。本も残すところ、あと20話ほどとなった頃、少し眠くなってきたので、また後で読もうと思い、一度本を置き、昼寝をしました。目を覚ますと、時刻は深夜0時を少し回った頃、妙な時間に寝てしまったなと思いつつ、続けて眠ることもできなかったので、本の続きを読むことにしました。1話読み、また1話と、どんどん読み進めていくと、やっぱり、数ページごとに髪の毛が挟まっています。気味が悪いなと思いつつも、あと少しで読み終わると思い、読み進め、ついに最後の話になりました。そのまま最後の話も読み終わり、本を閉じようとした時、どさっと数十本の髪の毛が、本の隙間から落ちてきました。その本は、次の日にすぐに図書館に返却しに行き、髪の毛が大量に挟まっていたと言いましたが、ありえない、とのことでした。車中泊。続くがないので書き込んでみます。おっさんです。体験したので記念に書き込みます。つい最近、ある僻地系観光地の駐車場で、単身車中泊をした時のことです。駐車場は、午後8時頃にはすっかり暗くなり、やることもないので、考え事をしながら眠りに落ちました。やがて、私は、閉じている車窓を叩く音で目が覚めました。助手席側の窓をギャルっぽい若い女が、必死の形相で叩いています。男に追われている、助けて、ドアを開けて、と、彼女は訴えています。私には、彼女が幽霊に見えませんでしたし、ナンパから血のトラブルにあったのだなと思い、慌ててドアロックを外そうとしたのですが、違和感を覚えてためらいました。彼女の髪型、メイク、服装が整いすぎているし、必死な表情の中にも、どこか余裕が感じられる。訴えかける喋り口も、ちょっと演技臭い。周りを見渡しても、駐車場内に人影も車の影も見えません。近くの駐車場とは、それなりに距離があるはず。ふと怖くなった。私はエンジンをかけ、比較的緩やかに移動しながらライトをつけ、身をよじって、バックミラーで後方を覗き込みました。突っ立っている彼女の他に、そのすぐそばには、数名の男らしき人影がしゃがんでいました。私はそのままアクセルを踏んで逃げ出しました。寝るためにシート位置を変えていたので、とても運転しづらかった。時刻を確かめたら、午前2時前でした。思うに、男たちは私の車の死角に身を潜めていたのでしょう。ドアロックを解除したら、おそらく強盗被害に遭っただろうし、されたかもしれない。用心して、駐車場のど真ん中に駐車しておいてよかった。それに、曲がりながら発進したら引いていたかもしれない。ついてた。これからは道の駅で車中泊しよう。自販機も綺麗なトイレもあるし、ともかく、拉致被害に遭った女性がいなくてよかった。冷え、こういう、実際に起こりそうなお話も怖いね。気をつけないとな。うん。さて、次のお話は、一風変わった例の撃退法に関するお話だ。どんな方法なんだ？それでは、早速聞いていただこう。10年くらい前の話になります。当時、私は大学4年生でした。時期は確か、10月の中旬ぐらいだったと記憶しています。爽やかな秋晴れの日曜日でした。前の晩から、友人宅で徹夜で飲んでいて、自宅に帰ってきたのが、午前9時ぐらいでした。一睡もしていなかったので、
自宅に着いた途端、当然のごとく猛烈な眠気に襲われました。その日は夕方からバイトが入っていたので、とりあえず昼過ぎぐらいまで眠ろうと思い、目覚ましを午後2時にセットして、敷きっぱなしの万年床に、倒れ込むように横になり、そのまま寝てしまいました。しばらく眠って、ふと目が覚めました。目覚ましは鳴っていません。しまった、寝過ごしたか、と一瞬焦りましたが、枕元の時計を見ると、11時過ぎくらいを指しています。窓から差し込む秋の日差しが、室内を明るく照らしています。どうやら2時間弱くらい寝たところで、目が覚めてしまったようでした。あれだけ眠かったのに、あんまり寝れなかったんかな、などと、ぼんやりした頭で考えていたのですが、その時、妙なことに気づきました。当時僕が住んでいたのは、6畳一間のワンルームだったので、寝床から少し頭を起こすと、玄関がそのまま見えます。その玄関のドアが、少しだけ開いているのです。そのドアは重たい金属製の扉で、何かで押さえておくか、物が挟まったりしていない限り、手を離しただけで、自重で勝手に閉まるものでした。おかしいな、と思いましたが、帰ってきた時には、酔いと眠気でフラフラだったので、もしかしたら部屋に入る時に、靴か何か挟み込んでしまったのかな、と思いました。扉の隙間からは、快晴の青い空が見えます。このまま開けっぱなしにしておくわけにもいかないので、閉めようと思い、体を起こそうとしました。しかし、体が動きません。首から下が、全く動かないのです。感覚も全くありません。力を入れてみましたが、どう頑張っても動きません。あれが金縛りというものだったのでしょうか。意識ははっきりしているのに、体はまるで自分のものでないかのように、微動だにしないのです。これまでそういう経験のなかった僕は、尋常じゃなく焦りました。動かない体のコントロールを取り戻そうと、四苦八苦していたところ、玄関の、ほんの少し開いた隙間から、何かが入ってくるのが見えました。黙々とした黒い煙というか、霧というか、そういう物体でした。体を動かせない僕は、ただただ恐怖するしかありません。頭皮から冷たい汗が吹き出します。その煙は、寝ている僕の左横まで来ると動きを止め、不定形の黒い塊になりました。どうすることもできず、見ているうちに、それが徐々に変形していきました。30秒くらいかかったでしょうか。やがてその黒い塊は、人間の形になりました。全体的にもやもやとしてはいますが、頭、胴体、腕、足が、それとわかる形になりました。高さは、5、6歳の子供の身長くらいでした。そのまま、その物体、煙人間とでも言いましょうか。それは何をするでもなく、その場にずっと立ったままでいます。全身真っ黒で、目に当たる部分がないのでわかりませんが、見下ろされているような感覚でした。もうその時には、僕は恐怖で発狂寸前です。ああ、なんだかわからないけど、多分僕はこいつに殺される。人に恨みを買うような覚えは何もないけど、きっとこいつは、僕を殺すためにここに来たんだ。わざわざ金縛りまでかけて、ああ、でもまだ死にたくない。神様仏様、あくまでも天使でも、何でもいいから助けてください。目をつぶって、必死に祈りました。その時です。それまで全く動かなかった体の、右半分だけに突如感覚が戻ってきました。急に右半身だけ自由に動けるようになったのです。左側、その煙人間がいる方の側だけは、相変わらず麻痺したままでしたが、無我夢中で、僕は寝床の横にいつも置いている、金属バットをひっつかみました。当時僕が住んでいた地域は、空き巣や傷害事件が多発している、治安のあまり良くないところでしたので、万が一暴漢に寝込みを襲われた場合、とっさに身を守るための道具として、常に布団の右側に、バットを置いていたのです。全握力を込めてバットを握りしめ、自由になった右半身で思い切り反動をつけて、バットを煙人間に体ごと叩きつけるような形で、左側へ寝返りを打ちました。バットは煙人間の脳天から股下をきれいに貫通し、そのまま床の畳を勢いよく叩きました。次の瞬間、煙人間はぼわっと、音がしたわけではないですが、そういう感じで、元のもやもやした、霧とも煙ともつかぬ状態に戻ると、そのまま入ってきた玄関の隙間から、さーっと出ていきました。直後、玄関の扉がものすごい音を立てて、閉まりました。僕はその様子を、呆然と見ているしかありませんでした。左半身の金縛りも、その時には溶けていました。バットの当たった箇所の畳が凹んで、黒い巣のようなものが付着していました。気持ち悪いので、濡れタオルで拭いたらあっさり取れました。
一体あいつは何者だったのか、何をしに僕の部屋へ来たのか、そして、なぜあの瞬間、右半身だけ金縛りが解けたのか、いろいろとわからないことだらけです。それ以降、そういったものを見たことは一回もありませんし、僕自身や周りの人間に不幸なことがあったとか、そういうこともありません。ただただ不可解な出来事でした。皆さんも、もし悪霊とか妖怪とか、そういうのに出くわしたら、試しに物理で殴ってみてはいかがでしょうか。案外簡単に撃退できるかもしれませんよ。終わりです。物理で退治できるとは、前に空気清浄機に吸い込まれていった幽霊もいたな。いたいた。意外となんとかなる幽霊もいるのかな。さて、次のお話は、またしても危ない場所に関するお話だ。もうええて、自分は絶対に心霊スポットなんかに行かない、と思っていた語り部さんだが、それでは、早速聞いていただこう。話、全然それて申し訳ないけど、適切なスレが思いつかなかったから、よくお世話になってるここに投下させてもらいます。自分は定期的に、にちゃんのシャレコア話とか読んで楽しんでるんだけど、それでよく心霊スポットに肝試しで行ったり、大人が、絶対に近づくなって言ってるところにみんなで行って、呪われたり精神崩壊したりって話、あるじゃん。そういう話を読むたびに、バカめ、そんなところに行くから、そんなことになる。危ないものに自分から近づくなんて、何考えてんだ、って思ってた。でも本当にふと、実家のことを思い出してる時に、あ、自分もそういや、子供の頃そんなんしたわ。って思い出したので、吐き出したくて書き込む。先に言っとくけど、何も起こらないし微塵も怖くない。霊的なものは一切ないし、つまらない自分語りです。ただ 100% 実話なんで、ふーん、そんなおあつらい向きな場所があるんすね。くらいの感覚で読んでくれ。実家の、もう本当にすぐ近くに、20メートルくらい、大和までは行かない、少し小高くなった森みたいなところがある。そこの小山の入り口が、鳥居が並んだ石段になってるんだけど、そのふもとにお地蔵さんが3体置いてある。余談だけど、そのお地蔵さんの頭が、しょっちゅう落っこちたり、乗っかってたりするのが怖かった。誰か、人がやったのは間違いないと思うが、お地蔵さんの頭を落とすなんて罰当たりなこと、よくするわって思ってた。それは置いといて、子供心にその山の全体的な雰囲気が怖くて、近寄らなかったんだけど、小学校高学年ぐらいの頃かな。私の家で何人かで遊んでる時、あの山、探検しようってなったんだ。多分私入れて、女子3人とかじゃなかったかな。少し怖かったけど昼間だったし、半分肝試し感覚で行った。で、石段登って鳥居くぐって、最初にたどり着いたのが小さな祠。なんだこれ、って周りぐるぐる回って、扉みたいなのがあったけど、怖いから開けなかったと思う。で、神社でするみたいに、手を合わせて、ちょっと今からこの辺散歩しますけど、すみません。呪わないでください。みたいなお願いをして、さらに散策。ずっと、ただの山道って感じだったんだけど、森が少し開けたところに出ると、でっかい墓が立ってた。今思うと、何かの記念碑とかだったのかもしれないけど、子供だったから、あの形状のものは、全部墓って認識だった。でも、人名書いてあった気もするんだよね。大理石みたいなのでできた、大きくて立派なものだったんだけど、それが何なのかは、結局謎。ただ、そこには、それこそ誰も来ないような山道登って、たどり着かなきゃいけないところで、こんな立派なもん建てて、誰か見に来るのか、とは思ってた。そこにもとりあえずお参りして、もう帰ろうってなった。そんで、行きとは違うルート帰ろうって言って、歩き始めたんだけど、歩いてる時、一人の子が、え、何これとか声上げた。なんだなんだと駆け寄ってみると、細長い板が立ってた。そこに、荒木雅子、ベルシア、ここに眠る、って書かれてた。その時のメンバーすら、よく覚えてない私ですが、この言葉だけはめちゃくちゃ強烈に覚えてる。え？どういうこと？ここに眠るって、ここ？え、この下に埋まってるの？って、話してるうちにめちゃくちゃ怖くなって、みんな揃って走って逃げた。で、入り口の鳥居のところまで来たんだけど、その鳥居一つ一つに、小さな石ころがたくさん乗ってたのに気づいた。それから、どうしてそうなったのか覚えてないんだけど、この山を出る前に、鳥居に小石を乗せていかないとたたられるって話になった。誰かが言い出したか、鳥居に総落書きされてたかのどっちかだと思う。
半泣き状態で石を鳥居に向かって投げ、他の石ころを落としてしまいつつも、どうにか自分の分は乗せ、走って家まで帰った。いや、実はただこれだけの話なんだけどね。後から、母親にそのこと話したら、まあ隠れキリシタンとかの墓かね？どっちにしろ山は危ないから、もう行くんじゃないよ。くらいの反応でした。だから、曰く月の場所ってわけじゃないと思うんだけど、そういう意味ありげなところが、自分の身近にもあったな、そういえば、ってだけです。謎の場所だった。そして、鳥居に石を乗せないといけない、というのも謎すぎる。難しすぎるよな。うん。さて、次からは、また短編を紹介するぞ。了解。それでは、早速聞いていただこう。芸能人の生き霊。芸能人の怪談で言ったら、昔ごきげんようで、フェルってバンドのボーカルが話してた、生き霊の話が怖かった。それは、彼がバンドを率いて全国ツアーを行っていた時のこと。彼がツアー先のホテルで、ベッドに腰を下ろして一息ついていると、急にベッドの下から、何者かに足首を掴まれた。驚きのあまりに飛び上がるも、掴んだ手は離れない。すると、ベッドの下から伸びた手は、足を掴むにとどまらず、そのまま彼を、ベッドの下に引きずり込もうとし始めたらしい。この体勢で転んだら終わりだとばかりに、彼は必死に踏ん張って、ベッドから伸びた手と、しばらく引っ張り合いをしていたんだとか、引っ張り合いをしながら体勢を整えた彼が、満を持して、目いっぱい足を引くと、某音楽番組で共演した、別のバンドのボーカルが、ベッドの下からぬるっと現れ、消えたらしい。彼の組んでいたフェルというバンドは、人気少女漫画に登場するバンドをコンセプトに結成された、企画主導のグループで、バンドを少女漫画のアニメ化と連動させたことで、狙い通り、一躍スターの仲間入りを果たした。そのことに対する嫉妬の情念が、某バンドのボーカルの霊感みたいなものと感応して、生き霊となって現れたのではないかと、体験者は話を締めくくっていた。放送では、ベッドの下から現れた人物の名前は伏せていたが、当時、ちょうど同じくらい売れていて、いかにも生き霊を飛ばせそうな、雰囲気のある人物だったとか。廃人が出る田んぼ。山陰地方だけど、米を作ると廃人が出るタがある。被害に遭うのは、地区内にいる他の所有者の血縁者のみ。若い者ばかりみんな、精神を病む。稲は必ず植えなければならないが、稲刈りをしてはならない。春には、枯れた稲を田に書き込む。俺が小学生の頃、所有者が他の一角で赤米を作って収穫した。その年の冬、高校生の兄弟が、二人一遍におかしくなった。所有者の本家筋の長男長女だった。山裾を開いて無理やり作った、いびつな田だから、毎年、手間がかかって仕方がないようだ。理由を知ってただろう、菊の長老は、田植えを忘れないことだけを言い残して、奇跡に入った。すれ違いだったらごめん。白目の男。友人に起こった話。3連休中に久しぶりに会って、思い出したので10日。去年の10月初めくらいに、友人、H とする、から、鏡の向こうにいるやつと、よく目が合う、って相談された。H は成績優秀で、親や教師から期待されてるようなやつだったから、その分無意識のうちにプレッシャーを感じて、追い詰められてるんじゃないか、って言ってやったんだけど、オカルト好きな俺は、面白そうだったので、勉強会がてら H の家に泊まりに行くことにした。で、詳しく話を聞いてみると、最初に見たのは、夏休みの終わり頃、洗面台の鏡を通して、H の2メートル、目測、ほど後ろに立っていた。それから、鏡越しや窓に映る影越しに見えるようになった。9月半ばから徐々に近づいてきて、今では、1メートルあるかないかの距離にいる。見えるのは、黒っぽい焦げ茶のワックスで固めた短髪の男で、黒っぽいシャツを着ていて、白目を向いているとのこと。相談されたその日のうちに泊まる用意をして、H の家に行った。家中の鏡という鏡に、布がかけられていて、使う食器が全部陶器製なのを除けば、H の家の中は普通だった。特に何事もなく、飯食って、勉強して、ゲームして、H の部屋で寝てたら、夜中に急に目が覚めた。お、金縛りか？ってワクワクしたけど、別にそんなことはなく、普通に動けた。んで、トイレでも行こうと思って、保安急、ちょっと明るいあれ、をつけて、
部屋の空気が妙によどんでたから、カーテンを開けたら、窓の向こうで妙な影が、俺の後ろに映ってた。H が言ってた、例の奴だと直感した。そいつは俺の方を見てるんじゃなくて、俺の布団の上に立って、H を見下ろしていた。影だと思ったのは、奴が黒い服を着てるからで。髪の毛は確かに焦げ茶だった。恥ずかしながら、俺は恐怖で動けなくなった。なんていうか、体の芯が冷たくなる感じがした。窓から目をそらしたかったけど、少しでも身動きした途端にそいつが俺の方を向きそうで、動くに動けなかった。まあ、窓に映ってるということは、俺の後ろにいるっていうことに気づいて、振り返る勇気もなくなったけど。で、そのまま棒立ちでずっと立ち尽くしてたら、だんだん空が白んできて、俺の姿が、窓に映らなくなってきたあたりで、やっと緊張が解けて、そのまま布団に入って寝た。朝になって H に、夜中に起きたっぽいけど、何か見たか、って聞かれたけど、俺は、何も見てない、って答えておいた。H の布団と俺の布団はすぐ隣だったから、奴と H は、もう30センチくらいの距離にいるってことなんだけど、それを受験やら何やらでナイーブになってる H に伝えるのは、残酷な気がしたから。結局その後も、奴に付きまとわれてたみたいだけど、大きな事件もなく、志望校に合格し、一人暮らしするようになってからは、奴の姿を見てないらしい。俺も見てない。右手だけない。事情は知らないが、友人の弟の葬儀でざわついたって話、聞いてきた。遺品や別れ花を入れるときに、友人は気がついたそうだ。五体満足で生まれたはずの、友人の弟の遺体には右手だけない。理由もわからなかったし、右手も見つかってなかったらしい。そして、火葬場で骨壺に遺骨を詰めるとき、右手が出てきた。位置的に、遺品のぬいぐるみの中にあったって。なぜ、そんなところに、あまりにも謎すぎるよな。短いのに怖かった。さて、次のお話は、おばあちゃんの一言が気になるお話だ。おばあちゃーん。それでは、早速聞いていただこう。昨日、母に聞かされて動揺したんだけど、今は、ただ変な話だと思うだけになったので、ちょっと話させてください。今はそうでもないんだけど、その時の私には、シャレにならないくらい薄気味悪かった。私は昔から落ち着きがなく、そそっかしくて、通知表とかにも、忘れ物が多いって書かれるタイプだったんだけど、私としては、忘れてるんじゃなくて、物がなくなるんです。中学の時、教科書をまるっとなくして、いじめを疑われたんだけど、その後、出てきました。よく物をなくすと、祖母がどこからともなく、なくしたものを見つけてきてくれるので、その時も、祖母に相談しました。おばあちゃん、教科書がなくなっちゃった。またお父さんに怒られるかな。大丈夫、大丈夫、必ず見つかるから。でも、おばあちゃん力がないから、開けられないんだよ。開けられないって何？と、その時は思ったんですが、父が仕事から帰ってきたら、祖母が縁の下の通気口を開けるように言いました。そして、父が通気口を外すと、当時の家は古かったせいか、男の力であれば外せたようです。縁の下、床下に教科書が置いてあったそうです。渡された教科書には、ちゃんと私の名前が書いてありましたし、湿気でふにゃふにゃになっていましたが、私のものに間違いありませんでした。話を聞くと、祖母はよく、縁の下から私のなくしたものを探してきてくれていたそうです。両親が離婚して母方についてきた私は、大人になったからか、物をなくすようなことはなくなったと思います。ですが昨日、久しぶりに読み返したい本があったので、本棚を探したのですが、見当たりません。お気に入りの本だったので、帆布製のブックカバーをつけて大事にしていたはずなのに、なぜか見当たらない。母に聞いてみたら、あんた、昔、物なくすと、縁の下覗き込んでたよね？あれやってみたら？と言ったので、私も祖母のことを思い出して、通気口を懐中電灯で探してみました。兄と手分けして、一軒家の縁の下を懐中電灯で照らしながら探すと、兄が見つけてきてくれました。水色のボーダー柄の、帆布のブックカバー。中身も間違いない。私の本でした。見つかったよ。と母に報告したところ、母が神妙な顔で、おばあさんが、〇〇は気に入られてるから、気をつけてあげてね、って言ってた。というので、気に入られてるって何に？なんで？と、若干がくぶるしました。
ここ最近で、一番怖かった出来事でした。父方とはもう絶縁状態になっていて、連絡は取れません。取れたとしても、祖母は寝たきりになっているという噂なので、話せるかどうか。ただちょっと、兄が気になることを言ってたので補足します。兄が小さい頃、祖母が兄に聞かせたのは、祖母は物をなくすと、屋根から落ちてくることが多かったそうです。おばあちゃんは気に入られちゃってたけど、〇〇くんはそうじゃなくてよかったね。と、そんな祖母は、4人兄弟の次女なのに後取りをしています。気に入られることに、何か関係があるのか不思議です。あ、我が家は休暇とか没落した金持ちとかではなく、普通の貧乏です。本当に、何に気に入られているんだろう？何なんだろうな。あまり悪いものではないといいのだが、うん。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。